点線国道の一例点線国道とは、国道の車両通行不能区間における国道指定された連絡路のことである。国土地理発行の地形図をはじめとする地図上で点線で表される一般国道のことを指す。道路幅員が1.5メートル未満の通行困難な国道の最たるものであり、大部分は峠周辺に存在するため、 利用者はその区間は徒歩での通行を余儀なくされる。ここでは国土地理発行の地形図で、福音1.5メートル未満の道路として記載されている区間を記述する。上記のほか未開通区間に国道指定されていない登山道が存在し、実質的に点線国道となっている箇所がある。中部地方や紀伊半島の山岳地帯にその多くが分布し、 国道422号などのように、一つの路線で複数箇所の断絶区間を抱える一般国道もある。また、国道357号のように、都市部では道路自体が未開通であるなどして、自動車の走行も、徒歩での通行も不可能な区間もある。国道としては断絶状態であっても、林道などで迂回でき、実際の通行では支障をきたさず通行可能な、 区間も多い。峠の未開通区間は、バイパス道路の整備が進められているところもあり、将来は断絶区間が解消される見通しの路線もある。このほか会場を通り、自動車の走行が不可能な区間が存在する。会場国道を参照。道路整備により解消された、点線国道や未開通区間もあり、以下のものがある。一度道路開通をしたものの、 災害やバイパスの回数などで通行止めとなり、その後再開されずに実質点線国道と化する区間もあり、以下のものがある。以下の区間は、廃道の状況にあるとは限らないが、立ち入り禁止であり、歩行者や自転車も通行できない。公共一般に広く供されている行動としては、機能不全の状態である。いずれも、許可車両以外は通行禁止。概要は、 天線国道と同じで、都道府県道、または市町村道の車両通行不能区間における、将来的に都道府県道、または市町村道に指定されるであろう、連絡路のことである。全国的に見られるが、天線国道ほど工事が積極的に行われておらず、全く点の付けられていない分断区間も見られる。ありがとうございます。